ルイス・マーク・キャパルディは、スコットランド出身のシンガー・ソングライター。シングル、サム・ワン・ユー・ラブドは、全米シングルチャートで1位を獲得し、スコットランド人アーティストとしては38年ぶりの、快挙を達成。全英シングルチャートでは7週連続1位を獲得し、2019年全英で、最も売れたシングルと認定された。デビューアルバム、ディバイ・インディア e ン・ n i n s p i ード2、 エイヘリッシュエクステントは全英アルバムチャート6週1位を獲得2019年に最も成功したアーティストの一人となる。2019年5月17日にはデビューアルバム Divinely ン,ンイン Inspired エイヘリッシュエクステントをリリースし6週間イギリスのアルバムチャートのトップに止まる。2018年フジロックフェスティバルに出演し素朴な佇まいと 若さに似合わない、その深みのあるエモーショナルな声が日本でも評判となった。彼は2歳の時ドラムやギターを演奏することを学び、9歳の時パブで歌う音楽キャリアをスタートした。17歳までに彼は音楽のキャリアに専念していたが、マネージャーのライアン・ワルターが寝室で録音したキャバルディの曲を iPhone 録音から発見され、サウンドクラウドアカウントにアップロードしていた。 彼は2017年10月20日にデビュー拡張プレイレコーディングブルーム EP をリリースしグラミー賞を受賞したプロデューサーのマレーが協力後の2017年3月31日に最初のトラックブルーゼスをリリースこの曲は世界中の Spotify で2800万回近く再生されプラットフォームで2500万回の再生を達成した 史上最速の未署名アーティストになる。その後まもなく、彼は、バージン EMI レコードとキャピトルレコードに署名された。キャバルディは、フィンランドの予演数で開催される2018年、イロサー・リロックフェスティバルに、出演2017年のデビュー EP、ブルームが、全世界で1.2億回ストリーミング、再生されるという大成功を収め、新人アーティストの登竜門、 B-BODY SCVR のアーティスツ2ウォッチ2018に選ばれまた BBC ミュージックの2018年のサウンドにもロングリストに登録される。ブリッドアワードでは非評価賞3名の候補者の1人に選ばれた。彼は2017年11月のヨーロッパツアーでラグンボーンマンをサポートし2018年1月のブロッサムツアーの北米ツアーでミルキーチャンスをサポート。 これまでに、サム・スミス、ナイル・ホーラン、ラグンボーン・マンのツアーのサポートアクトを務めている。今年6月25日には、ベルファストで行われる、ザ・キラーズの大型屋外ライブのサポートアクトを務める。自身のヘッドラインツアーも規模が拡大し、今夏の UK、スコットランドの6000から7000人を収容する会場のライブは、チケット発売と、ほぼ同時にソールドアウトしている。 カ・クロエ・グレース・モレッツ、カイゴ、ジェームズ・ベイ、エリー・グールディングなどの有名人から注目を集めた。その後、ホーランは2018年3月にグラスゴー・ SEC ・アルマジロで開催されたフリッカー・ワールドツアーの2つの日でサポートに招待。2018年5月に参加し、サム・スミス、ザ・スリルすべてのヨーロッパツアーを19日にわたり招聘。彼は、 英国とヨーロッパツアー、グラス号の二人の夜を含む英国と欧州全域で2000人キャパの会場で演奏を発表する。バロランドボールルームへと続き、両方のショーは完売する。2018年7月13日に BBC ラジオ1のグリッドリストで2つの演奏曲の1つに指名され、ラジオ1の3連続プレイリストに。2018年8月、 アイルランドのインディーロックバンド、コダラインは、ベルファストでのコンサートでカパルディを招待。これに加えて、ロラバルーザ、ボナルー、ホタル、マウンテンジャム、オシアガ、リーディングリーズフェスティバル、リゼ、TRNSMT など、2018年夏の多くのフェスティバルのラインアップに含まれていた。2コンパクト版侵害は含まずに2018年11月8日に、リリースされた、 スタッフのシングルをリリースし、新曲、グレースとと共に、あなたが愛した、誰か、と、サムシングバードのデモを制作。全ローは、リリースの日に、アップルの B21 ラジオで、サム・ワン・ユー・ラブドを初公開した。2018年11月14日、BBC ラジオ1の、ライブラウンジで、生放送された、アリー、スター誕生でのレディー・ガガのシャローのカバーを演奏。 これまでに4回売り切れの連続ツアーを行っており、ツアーの最初の15ヶ月で30万件の見出しチケットを売っている。彼は現在2019年のツアー、スティル・オバディング・トゥ・モローでバスティルをサポート。マフェリアとサムフェンダーと共に2019年のブリッド・クリティックス・チョイス・アワードにノミネートされた。2018年11月8日に発売された。 画期的なシングル、s ム・ m ン・ユ n ラ You l o v e は、翌年2月に公開された、臓器移植のチャリティ団体、Live Life Give Life を広めるために制作された、ミュージックビデオが話題となり、その後前衛シングルチャート7週連続1位を記録。2019年9月現在で、2019年度で、最も、イギリスで売れたシングルとなっている。世界中の29カ国以上でチャートし、ヨーロッパ、 アジア、オーストラリアで、ヒット、2019年にオープン。サムワンユーラブドを収録したデビューアルバム、Divinely ン,ーアンイ i n s p i r e d 2エーヘリッシュエクステントは2019年5月17日に発売され、5月に続き、5年ぶりにイギリスでベストセラーアルバムとなり、リリースの最初の6週間で5週間ナンバーワンで過ごす。全英1位を通算4週獲得。 またこのアルバムは、リリース後わずか2日で、英国でもゴールドステータスを獲得。イギリスの初週売り上げをしては、アリアーナグランデ、サンキュー、ネクストや、ビリー・アイリッシュの、When We All、Fall Asleep、Where Do We Go? を抜いて、全英で、今年最大の初週アルバムセールスを記録している。また、デビューアルバムのリリース前にアリーナツアーを発表及び、完売した。 世界史上初のアーティストになることで歴史を作った。ショーはチケットが入手可能になると1秒で完売し、2020年3月のヘッドライン賞で25万人を超える人々と対峙することがわかる。2020年1月には自身2度目の来日公演が決定している。カパルディの祖先はスコットランドとイタリアで家族の父方でカパルディの2番目のいとこは、 サム・ワン・ユー・ラブドのミュージックビデオに出演し、ドリーム・ボーイズと呼ばれるパンクロックバンドのリードシンガー兼ギタリストだった、ドクター・フーの俳優、ピーター・カッパルディ。彼はまた、バーヘッド生まれの各物理学者、ジョセフ・カッパルディの遠い親戚でもある。また、セルティック FC のサポーターである。ソーシャルメディアの存在、特にユーモラスなビデオで知られている。スタジオアルバム EP シングル。 ありがとうございます。